急激に変化する時代を乗り越えるために企業は新たな課題に直面しています。人を大切にする企業づくりから人を大切にする社会の実現へ、社労士と一緒に考えてみませんか。人を起点とする新しい経営の実現へ、 HR イノベーションズ2022。働き方の革新を通じた人を大切にする企業づくり、社労士と競争する働きがいのある職場と未来の社会。皆さんこんにちは。社会保険労務士の舞熊典子と申します。この動画ではテレワークとエンゲージメントについてお話をさせていただきます。新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの企業が急遽テレワークを導入したことで、働き方改革はここ1年で10年分進んだとも言われています。それに伴って新たに発生した組織課題に多くの企業が変革を迫られています。こうした環境下において、今テレワークにおけるエンゲージメントに注目が集まっています。この動画ではコロナ禍で急増したテレワークの影響、そしてテレワークとエンゲージメントの関係、またテレワーク下におけるエンゲージメントを高めるポイント、この3つのポイントについてお話をさせていただきたいと思います。まずコロナ禍におけるテレワークの実施状況について見ていきましょう。総務省の令和3年情報通信白書によると、民間企業におけるテレワークの実施企業の割合は、1回目の緊急事態宣言時に 17.6% から 56.4% へと一気に上昇しています。その後、緊急事態宣言解除後には一旦低下したものの、2回目の緊急事態宣言時には 38.4% に再上昇しています。テレワークの地域別の実施率は、東京を含む関東が他の地域と比べて高くなっています。東京都が実施した令和3年12月テレワーク実施状況調査によると、従業員30人以上の企業のテレワーク実施率は約6割と高止まりしています。また、今後実施予定であると回答している企業もあり、従業員数100人未満の企業では 20% を超えています。多くの企業がテレワークを実施する中で、テレワークを実施した人がテレワークについてどのように感じているのか気になるところです。モバイル社会研究所が実施した2021年次世代ライフスタイル調査を見てみますと、テレワークのメリットとして半数以上の人が通勤時間を有効活用できるようになったと回答しています。このほか、家族との時間が増えた、上司や同僚と直接会わなくてよい、労働時間が減少したなどの項目が挙げられています。また、仕事に集中できる、仕事がスムーズに進むようになったと回答している人も2割近くいます。一方で、テレワークの業務面におけるデメリットとしては、仕事と仕事以外の切り分けが難しい、他の人が何をしているかわからない、業務遂行にあたって対面でないので相談しにくいなどの項目が挙げられています。コロナ禍においては、テレワーク環境を整備する間もなく、急遽テレワークを開始した企業も多いことから、テレワークだと思うように仕事ができないと感じている人も少なくないということが、こうした結果からわかります。コロナ禍におけるテレワークの影響は、新入社員の方が非常に大きく受けていると言えます。通常、新入社員や中途採用の方に関しては、ある程度自律的に仕事ができるようになるまでは、テレワークの適用対象から除外されることが一般的です。しかし、コロナ禍では、内定式、入社式、研修、配属、それらのすべてがオンラインで行われ、新入社員が入社直後から一日も出社することなく在宅勤務をしているという状況も発生しています。上司や先輩と顔を合わせる機会も持てないまま、
自宅で一人きりで働くことになったことで、会社に対する帰属意識が希薄であったり、あるいは孤独、不安を感じてメンタル不調になったり、早期離職する社員が増える傾向も見受けられます。相談や困りごとがあったときも、上司や先輩に声をかけることができず、そのことにより不安や孤独感を強く感じてしまう社員が少なくないと思われます。一方で、テレワーク化において従業員のエンゲージメント低下を感じている企業が少なくないという調査結果もあります。月刊総務が実施したモチベーションに関する調査によると、会社の方向性を伝えにくくなったことで、社員のエンゲージメントに変化がありますかという問いに対して、95.7% の企業が社員のエンゲージメントが低下していると回答しています。また、具体的にエンゲージメントの低下を感じる場面として、若手社員で退職する人数が増加した、聞いてない、知らないという受け身の社員が増加している、会社への批判が多くなっている、などの項目が挙げられています。で、ここからはテレワークとエンゲージメントがどのような関係にあるのかについて見ていきたいと思います。エンゲージメントという言葉には制約、約束、契約という意味がありますが、1990年頃からコンサルタント業界においてエンゲージメントという用語が使われ始めたと言われています。エンゲージメントの定義については、組織に対する自発的な貢献意欲や主体的に仕事に取り組んでいる心理状態を指標化したもの。個人と組織の意思が調和し、共に成長していける関係性。従業員の会社に対する愛着心や思い入れといったように様々な定義がされています。オランダのユトルヒト大学の教授らが提唱するワークエンゲージメント。これは活力、熱意、没頭の3つが揃った状態でをこのワークエンゲージメントというふうに定義がされています。一般的にエンゲージメントの高い人が示す傾向として、ここに書いている6つの項目が挙げられます。まず1つには、心身の健康状態が良好である。そして2つ目に、職務満足感や組織への愛着が高い。3つ目として、離職・転職の意思や疾病・休業の頻度が低い。4つ目、自己啓発学習への動機づけや創造性が高い。5、役割行動や役割以外の行動を積極的に行う。6、部下への適切なリーダーシップ行動が多い。このエンゲージメントの高い人が企業にたくさんいることによって、企業の労働生産性も上がっていく。つまり、エンゲージメントを高めることは、この労働生産性向上の要因になるということが、こうしたあの傾向からご理解いただけるかと思います。では、そのテレワークとエンゲージメントの関係はどうなっているのでしょうか。こちらのシートで引用している株式会社エモーションテックが実施したテレワーク時における従業員エンゲージメント調査の結果を見ていきたいと思います。このグラフを見ると、オフィス勤務時と比べて生産性が高まったと感じている人ほど、会社に対するエンゲージメントが高まったと回答している人が多くなっていることがわかります。特に、ポイントの、7以上を示している生産性が高まったと回答している場合には、エンゲージメントが高くなったと回答しているグループの割合が低くなったと回答しているグループの割合を大幅に上回っている。テレワーク時の生産性とエンゲージメントの間に強い相関関係があるということがこのグラフから見て取れます。こうしたその調査結果を踏まえると、テレワーク時の生産性を高めることが従業員のエンゲージメントを高めることとなり、またエンゲージメントが高まることで
生産性がより高くなるということが期待できるということがお分かりいただけるかと思います。それでは、テレワーク時のエンゲージメントを高めるポイントとしてはどのようなものがあるでしょうか。私はそのテレワーク時のエンゲージメントを高めるポイントは主に3つあると考えています。その一つは、高頻度かつ積極的なコミュニケーションの実施にあると考えています。コミュニケーションの取り方にはいくつか方法がありますが、生産性を高めるためには、このワンオンワンミーティング、これを実施するということが有効であると思います。従業員がテレワークで自律的に働けるようにするためには、何をやるか、いつやるか、それぞれの仕事にどれだけの時間を費やすことを決めるかということがまず大事です。これを決めることができれば、あまりストレスを感じることなく、業務をスムーズに進めることが可能となります。そのために、このワンオンワンミーティングを実施して、その業務内容や進行スケジュールについて、まずその目標管理を行う。そして上司が部下に与えた仕事について、部下がやる気と情熱を感じて行っているのか、これを見越したワンオンワンミーティングを通してこまめに確認をするということがとても大切です。そして部下が努力をしたこと、また達成して得られた成果、この対して言葉にして評価をする、また承認を与える、こうしたことが部下のエンゲージメントを高めるという上で非常に重要となります。二つ目のコミュニケーションの方法として、定期的、またはその随時のグループミーティングの実施が挙げられます。グループで進めている仕事がある場合には、そのグループミーティングを1日に1回、または2回程度、あるいはまたその必要がある場合には、その随時、これを実施することによって、グループのメンバー間で情報の共有を図ることができます。また、他のメンバーの状況を理解することができ、またその他者からの気づきや学びも生まれることになります。そうしてこうしたその情報共有をする、お互いにお互いの状況を理解し合うことによって、チームとしての一体感が生まれ、チームメンバー間におけるその信頼感が生まれるもとになります。さらに、業務以外のことについてのその情報共有と、まあ、こうしたその仕事以外の雑談、こうしたものも非常にテレワーク時のコミュニケーションとして重要です。そのためにはオンラインでのランチ会や飲み会の実施も有効であると思います。何気ない雑談を通して相手の人となりを知ったり、あるいは相手が今置かれているその状況、そうしたものを理解することで、人と人の間の相互間の信頼関係が構築されます。そして、こうしたそのコミュニケーションを行う上で、お互いが気持ちよくこう話ができる。そのためには、話しやすい雰囲気づくりというのもとても重要です。テレワークでは、相手の様子が見えないため、声掛けがしにくいという場面が、よく生じがちです。ちょっといいですかと言える風土を作ること、上司や先輩に相談することができるようになることによって、そのテレワークで働く従業員の方々が孤独感や不安感を感じることなく働くことができるようになります。そのためにも、上司の方はその自分が仕事を進める上で、ちょっとその手元の仕事が空いたときに、このチャットを使って、今僕5分、10分時間があるんだけど、誰か何かあったら、連絡してとか、このチャットに書き込んでっていうことを、こう言うことによって、あ、今上司が手が空いてるんだ、今聞いてもいいんだという、こう隙間を作ってあげる。非常に重要です。また、このワンオンワンミーティングやそのグループミーティングを始めるときに、最初の冒頭1、2分雑談タイムを設けて場を温めるというところも非常にこうお互いがコミュニケーションを円滑に行う上で非常に重要になります。でこの時のその話題なんかも、その食べ物に関する話題なんかは比較的も、盛り上がりやすいと言われています。で一方で、その家庭に関することというのは、まあ、人それぞれその家庭の状況が様々なケースがありますので、その家庭の関する話題はちょっと望まないかなという方も多いので、ここのところは気をつけていただきたいと思います。
またこうしたその話題を振るときに、まず自分のことを話す。例えば今日、テレワークのお休み時間に僕、家の近くの、食堂に行ってきたんだよね。そこのサバ味噌が美味しくてね。みんな何食べたかなみたいなことで、まず自分が、のことをこう話して、そのことによって相手を振ることによって、相手が話しやすい環境を作ることができます。また、部下のその健康面とか、一緒に働く人たちの日々の過ごし方、こうしたことをこう気遣う、声かけをすることも、あ、相手が自分のことを気遣ってくれているんだ、自分のことをきちんと気にかけてくれているんだということを理解していただく上で非常に重要になります。また、このビデオミーティングとかをこうするときに、気をつけていただきたいのが、話をするときにこう口角を上げて、優しい顔で話す。また、相手がきちんとこちらが聞いているということが分かるように、うなずきも大きくオーバーアクションしながらこううなずきをする。そして、低い声でボソボソと話すのではなくて、明るい声で話す。こうしたことにきちんとこう気をつけることによって、コミュニケーションの質や量が上がってくるというところにつながってきます。そして、このエンゲージメントを高めるポイントの2つ目が、働きやすいそのテレワーク環境を整備するというところにあります。コロナ禍においてその突然こうテレワークを始めた企業様では、こうしたその環境が整っていない、そのネットワークシステム環境が整っていなかったり、テレワークに適したその機器や業務ツール、こうしたものがきちんと提供できていなかったり、まあ、そうしたような環境もあるかと思います。こういうところを一つ一つこう整えていく。そのことによって、その技術的、物理的な、その業務環境を整えていくことによって、従業員の方々がテレワークでも仕事のしやすい環境が整う。で、仕事がサクサク進んでて、生産性が上がると、エンゲージメントも上がるというのは、先ほどの調査結果からもご理解いただけるかと思います。そして、3つ目。納得感のある人事評価制度の構築です。やはりその従業員の方々がそのテレワークで安心して気持ちよく働いていただくためには、このテレワークを前提とした人事評価制度の見直しというものが大事になってきます。オフィス勤務でも、テレワーク勤務でも、その勤務形態に関わらず、正しく公平に評価をしてもらえる。そうした制度があることが、そのテレワークで働く方々のエンゲージメントの向上というところにつながってくると考えられます。では最後にまとめとなります。まだまだそのコロナ、今もこう収束がなかなか見えない状況ではありますが、今も、そしてこの、これからそのコロナが収まったポストコロナの時代においても、これからの時代において、働き方の選択肢としてテレワークがあることが当たり前の時代がもう来ていると言えます。そしてこのテレワークという選択肢があることが当たり前のことを前提として、そのテレワークでも働きやすい環境がきちんと整えられている。また、そのテレワークを前提とした労務管理体制や人事評価制度、こうしたものがきちんとある。こうしたことがその従業員の方々のエンゲージメントを高め、企業の生産性を高めることにつながっていくと思います。ポストコロナのこれからの新しい日常では、オフィス勤務とテレワーク勤務のハイブリッド勤務が主流となることが想定されています。エンゲージメントが下がるから、生産性が下がるから、テレワークはやらないと考える企業様は多いと思います。でも、テレワークはやらないではなく、従業員のエンゲージメントを上げ、従業員の生産性を上げるために、それに適したテレワーク体制を整えていく。ここに注力していくことが、これからの企業の成長を支えていくものだと考えています。社会保険労務士の先生方には、ぜひ、顧問先や取引先の経営者の方々、あるいは人事労務の担当者の方々に、テレワーク体制の整備の必要性や重要性についてお話をしていただき、またそうした企業のサポートに積極的に取り組んでいくと思います。本日はご清聴いただきましてありがとうございました。